ゆまチャンネル、それそれさあ、始まりました。今回はですね、もうドラマ自体も大好評、引き続き昨日何食べた第5話についてお話をさせていただきたいなと思っております。毎週金曜日が楽しみで楽しみで仕方ないんですけれども、今回はですね、第5話、シローさんのご両親とかとね、絡みといいますか、正月のシーンでして、ちょっとある日自宅に実家に帰った時にですね、お母様に、あなた老い自宅は考えてるの？なんて、まだシローさん言ってもね、そんな40半ばで若いのに言われるわけなんですよ。それでそれのこと言われて、老い自宅って、帰ってケンジにこんなことを老い自宅考えてんのとか言われてとか言ったら、まあいろいろ心配なんじゃないの、よかったら正月ゆっくり実家に帰ってきなよって言われるんですよね。お前一人で大丈夫？うん、大丈夫、俺は会社の病院の忘年会もあるし。あ、そっかって言って、大晦日かシロさんは実家でお父さんお母さんと過ごすわけなんですよ。それで年越しで、ケンジさんは大晦日か仕事終わり納めしてから、スタッフなんかと忘年会に行きまして、ちょっと酔っ払ったなーって、先に帰るよって言って家に一人帰って、年越しそばの代わりに味噌ラーメン、札幌一番で味噌ラーメンを作るんですよね、自分で。でもやし入れたり、わかめ入れたり、白菜入れたり、人参入れたりとか、こう刻んで作るんですよ。ほんでその間に、まあ実家に帰って、シロさんは寂しくなったか分かりませんけど、ケンジさんに何回も電話するんですよ。で全然味噌ラーメン作ってから取らないで、ちょっとイライラする、何してんだと。ほんで、あ、食べ終わった後にパッと取ったら、何してんだお前、早く電話取れよって、いや実は味噌ラーメン作ってたのって言ったら、シロさんが、そっか、それは仕方ないな、あれはもう美味しくて即食べだもんな、とか、まだこう食を通して仲良くなるわけなんですよね。それで明くる日、年が明けた元旦の日に、シロさんは実家でお父さんお母さん、まあシロさん子供いないですから、お隣さんの可愛がってるお子さんがブワーッと来るわけですよ、家にお年玉もらいにかなんかで、ね、ほんでまあその可愛がってるシーンを見て、あ、俺にはもう子供は授からないし、カミングアウトしてるし、こういった形をお父さんお母さんは取ってるんだなって、隣のお子さんを孫みたいに思ってるんだな、みたいなつぶやきもあるわけなんですよね。それで帰りにお餅をいっぱい持って帰るわけなんですけども、なんかね、僕もこの2人家族でお母ちゃんにカミングアウトもしてるんですけども、よく実家大阪帰る時にですね、よく言われたのが、寂しいから正月だけは帰ってきてってお母ちゃんによく言われて、それを思いながらずっと帰ってた思いがあります。なんかそのセクシャリティ、カミングアウトした上でゲイだっていうのと、親との向き合う関係性ももちろんなんですけど、節目節目って皆さんいろいろ考えるじゃないですか、特に年が変わる正月とか。けどなんかそのお互い、ケンジさんはシロさんの親子関係、家族のことを、まあお父さんが病気したりとかもあったんでしょうけれども、そこの家族のライフスタイルのことも考えた上で、実家に帰っておいでっていう、そのお互いその付き合った上での男同士ならではのっていうか、いい距離感での相手への思いやりが今回はすごく出てて、第5話もあったかいストーリーだなと思いました。今回は昨日何食べた第5話についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。それそれ。